こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。神社に参拝するときの作法があるでしょ？二礼二拍手一礼の作法だな。実は結構、最近始まったしきたり、だって聞いたんだけど、本当なの？本当だ。現在のように一般化したのは、平成に入ってからだな。昭和生まれの人が子供の頃には、それほど普及していなかったはずだ。平成？めちゃくちゃ最近じゃない。昔からのしきたりと思われているものも、調べてみれば、意外と最近というものが多いんだぜ。そうなの？もっと詳しく知りたいわ。よし。それでは今回は、二礼二拍手一礼の意味や神社本庁との深い関係について解説していこう。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。神社に行ったら、手水舎で手や口を清めるでしょ？殿の前に進んで、参拝を行うわけだけど、鈴を鳴らすのは、どうしてかしら？神社本庁によると、鈴はその清々しい音色で、参拝者を敬虔な気持ちにするとともに、参拝者を払い清め、神霊の発動を願うものと考えられているそうだ。神霊の発動って何？鈴の音で神様がおいでになり、神と通じ合うことができるんだな。そんなスピリチュアルな意味があったのね。お参りするとき、二回礼をして、二回かしわで、おうって、最後に一礼よね。二礼、二拍手、一礼だな。二杯、二拍手、一杯とも言うな。正確には、姿勢を正してから、90度の深いお辞儀を二度する。そして、胸の高さで、右手を少し下にずらして二度手を叩く。最後に心を込めて、90度のお辞儀を一度する、だな。それぞれ、どういう意味がある行為なのかしら？はじめの二礼は、神様に対する挨拶と感謝の気持ちだ。次の二拍手は、邪気を払って喜びの表現だ。最後の一礼は、神様に対する感謝と見送りだな。そういう意味があったのね。ところで、神社で手を叩くことを、柏で、というのはどうして？拍手、の、拍、の漢字が、柏、と間違って書かれるようになり、柏で、と言われ始めたという。ということは、漢字の間違いがきっかけなの？嘘みたいな話だが、そのようだ。何か深遠な理由があるのかと思ってたわ。日本語には、読み間違いが一般化して慣用読みになった漢字もたくさんあるから、似たようなものかもしれない。間違いも広く使われるうちに、だんだん認められていくものだからな。例えば、続き柄、を、続柄、と読むのは、本来は間違っている。しかし、多くの人が、続柄、と読んだ結果、正しくはないが、現在は慣用的に認められているな。言葉も生きているということね。ところで、霊夢も二礼二拍手一礼するのか？まあ、そうね。スリーステップを間違えないように、心の中で、に、に、一、と念じてるわ。に、に、一、二礼、二拍手、一礼、のステップを間違えないようにと思って、でも、拍手が先だったか、礼が先だったか、あべこべになって焦ることがあるのよね。まったく、霊夢は巫女失格だな。お賽銭を入れた後、マナーを間違えないようにって考えてると、肝心のお祈りを忘れちゃうことがあるんだけど、マリサはそういうことない？ない、と言いたいところだが、あるんだぜ。マリサもあるの。二礼二拍手一礼の手順に従うと、それだけで終わってしまう。これはどうしてかというと、この作法には神に祈る時間が含まれていないからだな。みんなは、どうしているのかしら？参拝者の中には、二回拍手をした後、そのまま手を合わせて祈りに入る人も結構いるな。そうしないと、祈らないまま参拝が終わってしまうからだろう。お祈りしに来たのに、二礼二拍手一礼に気を取られて忘れてしまったら、何しに神社まで来たのかわからないものね。同じように、祈りの間、がない、という感覚を抱いてる人は多いんじゃないかと思うぞ。二礼二拍手一礼の作法が広まったのは、いつなの？はっきりしたことはわからないが、浸透したのは平成になってからだ。昭和の時代には、まだそれほど広まってはいなかった。嘘だと思うなら、昭和生まれの人に聞いてみるといい。子供の頃にはなかった作法だとはっきり言う人もいれば、この作法で参拝したかどうか、まるで記憶がないという人も多いはずだ。それにしても、広まったのが平成って、かなり最近の話じゃない？神社の中には、賽銭箱、のあたりに、この参拝方法を図解で解説しているところもあるわ。だから、てっきり古くから決まっていて、守るべき伝統なのかと思ってたわ。他にも、神社本庁のホームページを見ると、参拝方法という項目があるわね。そこには、長い間の変遷を経て、二杯に拍手一杯、の作法がその基本形になっていますと書かれているわ。そうだな。二杯に拍手一杯は、二礼二拍手一礼と同じだな。この記述からは、これが日本の伝統的作法と読めるんだけど、違うの？
著名な宗教学者の島田博美氏の著書。神社で柏で大綱、日本のしきたりの嘘本と、によれば、二礼二拍手一礼、は、伝統的な作法ではないというな。そうなの？礼拝の仕方を神が決めることはありえない。あくまで人間が定めたしきたりだと。まあ確かに、神社本庁はその基本形になっています、と自然にそのようになったように書いてるけど。経緯も根拠も書いていないし、確かに曖昧ね。二礼二拍手一礼が伝統的な作法ではないとしたら、昔はどういう風に参拝していたの？例えば、江戸時代の1763年の書物、伊勢神宮三宮大全に、伊勢参りの様子が書かれている。それによると、参拝者は座り込み、合掌して、神を拝んだ。あるいは神戸、を垂れて一心に拝む人もいた。逆に、柏で、を売っている人は一人もいなかったな。江戸時代には、立ったままパンパンと手を叩いて拝む習慣はなかったということね。そういうことだ。島田氏は、神に祈るときに、立ったまま礼拝するのが、果たして正しいやり方なのだろうか？と問題提起もされているな。そういえば、中国の歴史書、魏志倭人伝に残る倭人の習俗でも、ひざまずき、両手は地につけているという記述があったわ。仏教でも、イスラム教でも、立ったまま祈ることはないわね。そもそもだけど、神道の世界には、教えを説く人物がいないのよね。教祖や開祖にあたる人がいないし、経典や聖典もないからな。教えがないということは、作法を示す人物もいないということだ。だから、二礼二拍手一礼、は神が定めた作法でないという話になる。じゃ、誰が決めたの？日本の神社の多くは神社庁の傘下にある。神社庁に所属する神社数は約8万社で、この数は、一般に神社と称される宗教法人の約 97% に当たる。全国のコンビニよりはるかに多い神社のほとんどが、神社本庁の傘下なのね。そして、神社本庁の下には各都道府県の神社庁が置かれている。東京都なら東京都神社庁だな。東京都神社庁の公式ホームページを見ると、神社参拝の作法、が動画付きで説明されている。神社庁が参拝の仕方を指南しているわね。もちろん、神社庁は強制はしていない。神社にお参りする際の作法には厳格な決まりはなく、敬意の表し方は人それぞれで。参拝の作法も神社や地域によって特色があるとしている。じゃ、神社参拝の作法は無視して、ひざまずいて参拝してもいいってことよね。理屈ではそうなる。しかし、正しい作法を説明する動画まで作って公開しているんだ。推奨しているように見えるし、若い人ほどこれが伝統というものだ、と素直に信じてしまうな。でも、なんだか変ね。作法に決まりはないと言いながら、神社庁が決まりを作ってるみたいだわ。そうなんだ。決まりを作ることで、権威を高めようとしているようにさえ感じる。もっとも、昭和初期生まれの人は、この作法にそもそも馴染みがないからか。二礼二拍手一礼は無視している人も多い。神社でも寺でも、両手を顔や胸の前で合わせて拝む、合掌、スタイルだな。神社と寺が混然一体となっていた、神仏集合、の時代が圧倒的に長かったから、拝むスタイルを分けるのも簡単じゃないわね。ちょっと思ったことがあるんだけど、拝殿の前に長い行列ができていても、二礼二拍手一礼だと人の流れがスピーディーよね。テンポよくリズミカルに進むというか、ひねくれた考えかもしれないけど、参拝客を効率よくスムーズに流すために、立ったままの二礼二拍手一礼を推奨してるんじゃないかしら？効率を重視した参拝方式ということか？そこまでは言わないけど、長いはできないスタイルでしょ？拝む時間がないのが悩みというくらいだからな。それに、なんだか正しい作法を強制されているようで、堅苦しい感じもするのよね。島田氏も著書で二礼二拍手一礼の作法には、記念する行為が欠けている、と指摘し、このことについて神社庁は十分に検討してきたのだろうか？ともおっしゃっているな。私も全く同感ね。もっと自由でもいいんじゃないかと思うわ。二礼二拍手一礼を前提に話をしてきたが、実は、出雲大社、宇佐神宮、弥彦、神社は二礼四拍手一礼、だ。出雲大社、宇佐神宮、弥彦神社。三つを並べてみると、皆海側の要所ね。そうだな。共通点を言えば、いずれも大和から遠く距離があって、大陸や朝鮮半島と交流した古代日本の表、玄関ばかりだな。歴史的に重要な位置にある神社ね。でも、どうして二拍手じゃなくて、四拍手、なの？これは全国の神社の中でもかなり特殊で、かつ不可解な謎の多い作法だと言える。不可解な謎？出雲大社に参拝すると、柏で、お四回打たなくてはならない理由が知りたいわ。出雲大社によれば、正式な参拝作法は八拍手、だが、日常では略式で、四拍手、を用いているのだという。
出雲大社の大きな祭典は大祭礼。だが、この時は八白種だ。どうして八回なの？数字の8は、古くから無限の数を意味する数字だ。つまり、八白種は神様に対し、限りない白種で称える作法だ。略式で半分にしているだけで、祈りの気持ちに変わりはないとしているな。ふむふむ。でも、4、白種じゃなくて、死、白種と読むのね。何か理由はあるの？一般的に言われるのは、死は春夏秋冬の四季を表し、東西南北の全方位を表すという説だな。なるほど。一方、作家の伊沢元彦のように、死は死に通じるという説を唱える人もいる。死は死に通じるって、どういうこと？伊沢氏は著書、逆説の日本史で、出雲大社は大国主の死の宮殿だという説を展開しているんだ。死の宮殿？出雲大社のしめ縄は、普通の神社と反対の張り方をしているが、これは、亡くなった方が身につける着物を左前にするのと同じだという。まるで死に装束ね。つまり、出雲大社は伊沢氏の言葉を借りれば死の宮殿ということになる。神道では、言霊を重んじる。言霊って何？言葉を口にすると、その言葉にこうして現実が動かされるという考え方だ。結婚式のウェディングケーキに縁起の悪い、切るという言葉は使わず、入刀という感じだな。受験生に落ちるとか滑るは禁句だものね。その観点から言うと、死は絶対に避けなければいけない御言葉のはずだ。そうね。しかも、神社という神聖な空間だしね。それなのに、参拝客に四白種させるのはどうしてか？伊沢氏は、大国主の死は、大和朝廷にとって歓迎すべきめでたいこと、だったのだと。だからこそ、死を呼ぶ四白種で盛大に祀って、封印したのだろうという。でも、ちょっと考えすぎなんじゃないの？では、出雲はなぜ、出雲と書くのか？蜘蛛も死の象徴だという。どうして、蜘蛛が死と関係あるの？昔は人が亡くなること、特に高貴な人が亡くなることを、蜘蛛がくれ、と言った。なるほど。蜘蛛が死なら、生の象徴は太陽だ。大和朝廷は太陽神のアマテラス信仰だから、太陽にかかる蜘蛛は邪魔だということね。出雲と大和の間で大規模な戦争が行われた痕跡は見つかっていない。しかし、大国主が心から納得して国譲りしたとは考えにくい。それはそうね。実際には、大和の勢力が大国主の支配地である出雲を征服したことを、国譲り神話、と美談にしているように思ってしまうものね。恨みを抱かずに死んだとは、とても思えないからな。そう考えると、死、白種が、大国主を黄泉の国に閉じ込めるための呪文のように思えてきたわ。もしかしたら、宇佐神宮、弥彦神社にも何か秘密が隠されているのかもしれないな。神社の参拝マナー、2例に白種1例、が昭和にはまだ一般化してなくて、平成に入ってからだという話は衝撃だったわ。もしかしたら、他にも古いしきたりだと思ってたら違うものがあるのかしら？恵方巻きを日本全国に広めたのは、大手コンビニの販売戦略だというな。え？節分に丸かぶりする恵方巻き？節分に太巻きを食べるのは江戸時代から行われていたそうだ。そして、大正初期から昭和初期にかけては関西の風習として実際にあった。しかし、それが恵方巻きというネーミングで全国に知られるようになったのは、1998年のセブンイレブンによる全国展開だという。マーケティング戦略というわけね。バレンタインデーのチョコレートも同じような話だな。どういうこと？1936年頃、神戸の洋菓子メーカーのモロゾフが、バレンタインにチョコレートを贈ろう、と提唱したのがバレンタインデーの始まりだという。これもマーケティング戦略なのね。神社との関連で言えば、新年の初詣の習慣も、鉄道会社の戦略から始まったという。初詣と鉄道に何の関係があるの？初詣、という言葉は、明治時代に鉄道会社が作ったと言われているんだ。大晦日から元旦にかけては、鉄道会社の閑散期だ。ここで利用客を増やし臨時収入を稼ぐため、鉄道会社が初詣に行こう、と宣伝したのが始まりだという。いわば鉄道会社の発明で、初詣に行こう、はキャッチフレーズだな。現代の、そうだ京都行こう、の CM みたいな話かしら？少なくとも江戸時代には、遠くの神社まで初詣に行く人などいなかった。本来、お正月は家に年神様や祖先の霊を迎えてお祭りする期間だ。元旦に限らず、毎月1日に氏神様にお参りをする習慣は江戸時代からあったが、現在の初詣のように一度にたくさんの人が神社を訪れるものではなかったからな。考えた人、天才ね。初詣は、江戸時代に行われた恵方参りが変化したものだという。恵方参り？
元日にその年の恵方にある社寺を参拝してその年の幸福を祈願するんだ。恵方とは、その年の福を司る神がいる方角で、実感に従って毎年変わる。実感？実感とは、木の絵、木のと、日の絵。日のと、土の絵、土のと、かの絵。かのと、水の絵、水のと、のことだ。実感、は方角とリンクしている。つまり、恵方参りという習慣の土台があり、そこに鉄道という新しい交通網が加わってできたのが初詣というわけね。日本の鉄道が開業したのは、いつだったかしら ?1872 年、明治5年。今から150年ほど前だな。品川横浜間に鉄道が開設され、途中に川崎停留所が設けられると、正月に東京の人たちが川崎大師を訪れるようになる。厄除け大師として有名よね。川崎大師に正月に参拝に行くことを初詣、と名付けたのが始まりという説もあるな。どうして川崎大師なの？一つには、汽車に乗って手軽に郊外散策を楽しめるレジャー感が魅力だったようだ。また、現在の JR 成田線の元になった成田鉄道では、1910年頃、成田山初詣、という新聞広告を出した。今日の京浜急行電鉄の前身、京浜電気鉄道では、1912年から毎年、正月の川崎大師への参詣を広告に出すようになった。徒歩から汽車に移動手段が変わって、恵方参りの習慣が初詣に変わっていったのは興味深いわ。神社とは関係ないが、大晦日に鉄道を終夜運転した背景には、商人たちの集金のためだったという話もあるな。集金？江戸時代から明治にかけては、掛け売りが広く行われていた。いわゆる節気払いだ。これは、商品売買の都度、代金を支払う現金決済ではなく、普段は付けを認める。そして、盆や暮れにまとめて回収するというやり方だ。掛け売りだと、商人たちも必死ね。落語からのイメージだけど、大晦日は集金のためにあちこち駆けずり回ったんでしょうね。掛け取り漫才、の世界だな。そういうわけで、都市部では初詣客だけでなく商人も利用するから、鉄道の終夜運転に需要はあったんだろう。神社仏閣のある郊外にまで初詣が定着するのは、昭和に入ってからだ。ここまで、神社の参拝方法や初詣の起源などについて話してきたが、どうだったか？初詣、は大昔からの日本の伝統だと思い込んでたから、びっくりしたわ。二礼二拍手一礼、のマナーがこんなに広まったのは平成以降だという話も興味深かったわ。よく調べてみれば最近始まったしきたりや行事だなんて、他にもありそうね。そうだな。時代が変わればしきたりも変わるし、その意味も変わる。よし。それでは、本日の動画はここまで。動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。